You're listening to Shibuya Cross FM. は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。そして心理カウンセラーの松本春乃です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日は、ラグビーが負けちゃいましたけど ねでもかっこよかった ねあの素晴らしい。にわかファンになっちゃいましたけど、私初めてラグビーをこのテレビでその試合っていうものを見たんですけど、私も初めて、もう最初全然意味が分かんなくて、ただボールをこう後ろにねこう投げるっていうのは分かるんだけど、あのちょっと行ってすぐ倒れて、ちょっと行って倒れてみたいな、ものすごい力入りますよね。あとすごい体だね、一緒になって戦ってましたよ。もう素晴らしい、本当あのなんかちゃんと見たのが昨日の負けた試合だったんだけど最初から見とけばよ。結構そういう人多いと思うよ、ね、最初からねもう勝ってる試合見たかったなすっごいもうストレスが溜まって、わかるわかる。そうなんかでも勝ちそうな、ね、雰囲気だったんだけどやっぱね、残念だった ねでもベスト8な、ね、入ってすごいですよね、日本の選手ってもうなんかワールド的な感じで、ね、いろんな方が日本に帰化して選手になって、日本語上手な人もいっぱいいた、なんだっけ、リース、そうそう、ね、すごい上手よね。ねしのぶちゃん語学やろっか、今から頭入るかな無理かもしれない、だいぶボケてきたけど、はい、そんな感じで今日も、50分間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は毎回素敵なゲストをお迎えして、和気あいあいと楽しいトークで最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。そして動物愛護ラブワンコーナーでは、動物虐待殺処分ゼロ活動を広めていきたいと思います。はい、さらに生放送の番組を生かしてリスナーの皆様にもメールやファックスのコメントでご参加ください。E メールアドレス info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは03-6416-9528 03-6416-9528、 お便りお待ちしております。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は美を追求するメディカルサロンアクアの提供でお送りいたします。それでは今日も1曲目、里見しのぶであやめ川聴いてください。本日のゲスト、田島玲子さんです。ようこそ。こんにちは。今日で私2回目ですが、お会いするの、はい、もう今日楽しみにしてまいりました、はい。田島玲子さん、ソプラノクラシカルクロスオーバー歌手、はい、ね、私こういう長い感じで聞いたの初めてなんですが、そうなんですね、クラシック歌手とはまた違うんですか、はい、オペラ、クラシックのね、オペラもそうなんですけれども、まあ、大学が武蔵野の、ね、音楽大学でたので、あのクラシックはもうずっと勉強してまして、オペラをやったり、あとあの音楽全般が好きなので、あのクラシック、ね、あのオペラばっかりではなくて、日本の唱歌ですとか、あとジャズを歌ったりシャンソンを歌ったりですとか、あのオペラ歌手っていうのはね、マイクを使わないで歌うっていうのがあるんですけど、クラシカルクロスはそんなにあのマイクを使いながらなので、そんなにあのね、そういうのも歌いますけれども、そうじゃなくてパーティー的な感じなので、割と皆さんが知っているような幅広いジャンルのものを。クラシックっていうのは、いろんなジャンルがあるんですか。あ、
クラシックはいろんなジャンルっていうか、あの大体声楽と言われているものはオペラ、うん、オペラなんで、はい、あのそういうあの歌曲ですとか、うん、そういったものが中心的なんですけれども、うん、その他のいろいろなあの音楽のジャンル、ミュージカルですとかジャズですとか、うん、シャンソンというとまたあの歌い方が変わってくるんですけれども、うん、発声の仕方とかね、そうですよね、ジャンルによってね変わりますよね、はい、でマイクを通して、うん、まあ、いろいろなジャンルのものを歌わせていただいているんですけど、うんうん、ね、なのでクラシカルクロスオーバーというのが正式みたいなんですが、ですね、まだね、あのご存知の方もいらっしゃいますし、うん、そうじゃない方も、うん、何それっていうような感じの方も ね多いので、そうすると、うん、もうソプラノって言ったりとか ね、ソプラノね、その方が分かりやすいっていうのがあるんですけれども、はい、で田島玲子さんはなんと松本春乃先生のご近所に住んでらっしゃるお友達ということで、はい、ね、ね、愛のです私はこの声の、ね、大ファン、その方のファンでもあるし、れいちゃんのファンでもあるの、嬉しいよ、いやいやいや、この私のドラ声考えられない、素晴らしいお二人の声声って素敵でほら、あのクラシックだと敷居が高いけど、うん、れいちゃんの場合はいろんなのを歌ってね、うん、そうですロックやりたいとかって聞いたしね、あ、私もね、X ジャパンのね、やめてよ、さんのね、もうね、あの、ドドドドなんか、やる二人でロックやめてよだって、しのぶちゃんが世良雅紀歌った時、私もびっくりあんたがって歌った時、びっくりした、ね、好きですよだからロックもそのうちで歌いたいし楽器もやりたい、ギターとかね、ヨシキさんのね、もうね、そうそう、すっごいテンションが上がって、楽器されます？楽器やります、バイオリンをやったりとかね、ピアノも素晴らしい、ピアノ、あ、ピアノも、はい、セッションいいんじゃない、やりましょうよ、ピアノが崩れなんです、ギターは少し子供の時に弾いてて、もう今は指がもうできてないから、一曲弾いたら、一曲弾いたらもう痛いからできないんだけど、ギターはね、そう、弦がやっぱり、そう、痛くて、いつかね、お二人で、ね、なんかやりたいですね、やりたいですよ、私、着ぐるみで踊る、うん、猫の、猫の着ぐるみ、それしかない、もう、かわいいコスプレしかない、ごめんねそう、でね、私はあのそのお二人ともあのかの有名な成城に住まれててね、はい、ものすごいでっかいお家で、お二人とも、いやいや、よく言いますわ、猫屋敷でございます、ピンクのね、レンガのね、すごいね、皆さん、ちょっと世の中にね、こんな人いるんですよ、すごいでっかいお家、大きいお家、びっくりしちゃいます、猫ちゃんたくさん飼っててね、猫屋敷、そう、それでうちに4軒隣なんです、うん、それで猫ちゃんがね、それかれいちゃん家行っちゃうの、それね、ちょっとね、動物園の方で聞かせていただきます、そうね、今れいちゃんのお声の話を聞きましょう、なんか今ちょっとアカペラで軽くなく歌ってもらえません？やった、生で、今この時期ですから、ね、うん、少しでいいです、静かな静かな里の秋、はい、こんな感じですか、 ありがとうございます後で、あの CD で今日はね、CD も持ってきていただいてるので後でね、CD もかけていただきますが、田島玲子さん、ご出身はどちらでしょうか？あ、東京都です。あ、東京のどちらですか？はい、世田谷なんですけれども、世田谷の、はい、生まれた。あ、生まれは、うん、あの大田区で生まれたりとか、大田区で生まれて、はい、それで埼玉に行ったり、いろいろとあの東京近辺をうろうろしておりますが。ご両親のお仕事の関係で。そうですね。じゃあもうずっと、はい、じゃあ関東なんですね。そうですね。関東から出たことはないんですけど。田舎といえば田舎。もうだから田舎はそうですね。素晴らしい、なんでね、二人ともじゃあ都会っ子なんですね。あ、ね、春雄さんも目黒だからね。田舎ね。だからね、田舎に帰る人って羨ましいなと思います。先生もあるんですよ。え、何の？あ、私はずっと、声楽も教えてますし、うん、あとピアノも教えてました。音楽教室の、はい、ね、もともと小学校、中学校、高校とか、うん、学校でも教えてましたので、うん、あ、学校でも教えてらっしゃった、はい、一番、まあ、大学卒業してからすぐは中学校で教えてました。その前に、世田谷で、育って何歳まで育ったんですか、世田谷で。あ、世田谷は、うん、まあ、すぐあれですけど引っ越ししてしまって、うんうん、それで所沢に行ったりとかって、うん、だからそれが小学校の、うん、
4年生まで歌うきっかけって何ですか？歌うきっかけはですね、うん、ピアノの先生だったんです。え、誰が？ピアノ、あのそのあのピアノを習ってまして、私音楽が大好きで。何歳ぐらいの時に習ってたんですか？ですね、それは幼稚園生の時から習ったんですけど、でその頃にはもう歌を歌うと、うん、あの音符で聞こえてたっていうね、そういう絶対音感だから、あの歌詞をあの覚えるよりも先にその、うん、ドレミっていうね、そういう、そういうので聞こえてたんですね。それでなんでピアノをとにかくやりたいと思いまして、うん、で歌うことも好きでしたし、ピアノをそうやって、うん、であの演奏するのも好きだったんですけど、ピアノをやりたいって言ってすぐできるってやっぱお嬢様だったので、いやいやそんなことないですよ。私もね、初めは全然全然子供の時ピアノ習いたかったんですよ、うん、だけどピアノを習うとがお家にピアノないとダメじゃないですか、練習しなきゃいけないから、ね、はい、うちの父親がもう良かったり悪かったり授業してまして、こんなでピアノ買ってもらえなかったの、あでもうちもそうでしたよ、初めは、あのそれで習う時にね、うん、あのうちの母に言われたのが、うん、もう雨の日も風の日も、うん、いつでもね今日はあの、うん、お天気だから行くとかね、うん、そういう習い方はダメよって、うんうん、雨の日でも風の日でもどんな時でも習ったら、うん、ちゃんと続けないと、うん、それでもできるのっていうことを、もうね幼稚園生ぐらいの時に言われて、いや絶対やりたいっていうふうに思ってね、で好きなものはできるんですよね。そうですよね。だから初めは幼稚園のオルガン教室っていうところから、始めたんですけど、はい、ヤマハのね、はい、なんですが、いろいろともう楽譜を見るのがね、うん、大好きで、音符を見るのが大好き、そういう感じで、うん、それであの個人の先生について、うん、それであの習わせてもらったんですけど、ね、その先生がすごい怖くてね、うん、怖い昔の先生って怖いですよね。本当怖くて、でうちの母が、うん、母のね、うん、母が一緒に来るとすっごい優しいんですよ。髪だけ長くて綺麗ね。やだもん。それがいなくなるとそうもうね足なんかこんな来るんで、それでもう3回ね同じことを間違えるとピシッって、もう今じゃ考えられないですよね。音楽が怖かったら嫌だね。初めの先生はそうでしたけれども、私も歌のね、あの、まあ、あるところにこう行って、合唱団みたいな試験を受かって通って、県か市か忘れちゃったに行ってたんですよ。その男の先生で、まだみんなまだ小学校なのに4、5、6年生、ものすごい怖くって殴られてたの。あ、何も悪いことしてないの、早く早く動けみたいな、早く並べみたいな、バンって。でも怖いって私聞いてる、うん、ウィーン少年合唱団とかすっごい怖くて聞いてる。ああ、だからそういう感じ。それなのにね、そうそうで、だから大学受験するまでも、うん、やっぱりいろいろな厳しいあのね、うん、そういう方もいらっしゃいますよね、うん、中にはね、もっとすごいね。なので精神的に鍛えられる部分もあるんでしょうが、うん、今やっちゃうとね、ちょっと今は本当に優しくて、ね、捕まっちゃうね、今やると。褒めて育てる、褒めて育てる、でもね、それいいのか悪いのか、なんかみんな軟弱になっちゃってね。で大学入る時も何々文科に入るのには、うん、もう先生の審査っていうかね、うこの子は大丈夫、あの人間的じゃないんですけど、うん、社交的で、あ特に歌なんかだと、うん、社交的である。だから二人ともすごい社交的というか、テンション高いというか、どう褒めたらいいんでしょう。よく言うわ、自分なんかどうじゃない。いつも笑ってるよね。テンション高い、レイちゃんもテンション高い、しのぶちゃんも高いけど、人のこと言えませんが。人のこと言えない。一番高かったりして。着ぐるみだから一番高い。高くしてるんですよね。そうですね。それなので、ね、そうだからあんまりあれですよね、低い時ももちろんね、一人の時は、ね、あるんですが、うん、でもそういう訓練な、うん、もうその先生のところに行くのにもうこうやってキリッとするようなね、うん、そういう感じでしたから、スイッチをちょっと切り替えてね。そうなんですよ、うん、でもそのね先生はとっても優しい先生だったので、うん、もう歌が大好きで、うん、で音大のその、あの先生を紹介していただいて、もう憧れから入ったっていう感じで、うん、で歌も歌わせて、レッスンをするうちに、なんか勉強すれば勉強するほどとっても楽しくって、うん、はい、こんな感じで大学までね、うん、入りましたけれども、でずっともう子供の時からそうやって歌って、うん、ではい、音大に入って、
あの音大ででもなんか試験とかあるんですかね。たくさんあります、うん、1週間ぐらいあるんですよ音大の試験って、でそれであのやっぱ落ちる人もいるんですか。もちろんもちろん、はい、それで難浪もしてね入るっていう方もいらっしゃるし、うん、大体大学の3分の1ぐらいは地方の方で、地方の方なんかだと新幹線とか飛行機とかね、うん、そういうのでレッスンに通われて、うん、大に行くって、ね、それでだからなんか、ね、あの学点っていうのと、うん、あと、まあ、英語、うん、国語、うん、あとあの新曲師匠とかっていうのがあるんですよね、うん、パッと見て、うん、それですぐにあのこの音だけあの和音だけやって一番初めの音だけ、ポンと弾いて、うん、でもちゃんとそれを完璧に歌わなくちゃいけないっていうのと、うん、あと超音、うん、もう聞いたものを楽譜に起こすとか、うん、あと楽典って言って音楽の理論とかね、うんうん、そういうものをだからもう組んで、もう新曲師匠もねいろいろと何年ぐらいいらっしゃったんですか。音大って何年ぐらいいるんですか。音大は4年ですね。4年生、はい、4年ですね。で音大を4年で出られて、はい、でそれから歌の道に、そんなあの音大の、 あの在学中の時に、うん、ちょっと私の中の時はバブルのもう真っ最中だったので、いろいろとあの学生が学生の時からいろいろなところで演奏させていただく機会っていうのがあったんですね。なので結婚式のそういう聖歌隊ですとか式場でそのパーティーの演奏ですとか、はい、そういう感じでなんかですから学生の時から、うん、あの演奏活動っていうのはさせていただいてました。あの頃はね良かったですよね。良かったですよね。ギャラよりもチップが良かったっあのリアル演歌歌手だとこの胸元にあれですか。胸元もそうだし、ま、万札がいっぱ い, っていう。終わってからちょっと来てって言われて、ね、マネージャーが行くと、10万とか20万とかチップくれる人がいて、お客さんもやっぱりね演歌がすごいですよ。今なんか1万円札ありえない。もうあの頃は懐かしいいい時代でしたよね。歌ってそれだけお金を払わせる人の心を動かすってことよね。感激してねこれ持ってけだから本当デビューした当時は、いいね、あ歌ってこんな儲かるんだと思ってでもねクラシックはそんなでもないですよ。クラシックそうなんですか。やっぱり演歌なのかな。演歌はすごいんじゃないですかね。あもうあの時代もう来ないですよね来る来る大丈夫いつか来る、はい、そんな田島玲子さんですが最近の、お仕事の告知とかもしあれば。あ、はいはい、11月4日に東日本大震災 の、はい、あのチャリティーコンサートっていうのを年に2回ぐらいやらせていただいてるんですけれども、はいはい、神奈川県の黒川というところで、うん、神奈川県黒川、はい、あの東日本大震災 の、うん、あのチャリティーコンサートをさせていただいてます。それは合唱と一緒に、はいまあ、ソロでその歌わせていただくんですが、うん、会館10年間、はい、会館のお名前はそれは黒川青少年なんだなんかホームページに出てますか。田島玲子さん検索すれば出てきますよね。はい、出てくると思います。野外活動センター。野外活動センター、はいはいはい、黒川野外活動センターいっぱい出てるからね、はい、お時間はお時間は1時だったかな。もしもしいっぱい引っ張りだこだから頭の中に入ってないよね、はい、いあと11月14日は、はい、あの赤坂 の、 赤坂、はい、赤坂の英楽クラブというところで、英楽クラブと言いまして早稲田大学の、ね、OB の会なんですけど、うんうん、そちらで錦糸会という、うん、あの日本酒をたしなむ会があるんですけど、うんうんはいはい、そちらで、歌われるんですか。はい、そうですね、うん、あの皆さんはあのお酒を、はい、何種類かのね、うんあのうんうん、飲まれながら、はい今回はあの歌を歌わせていただくっていう感じなんですけど、なんかクラシックとなんか日本酒ってあ日本酒じゃないんだ。そうですね。それなので日本酒なので、うん、まあ日本の曲も不思議な感じ、はい、有名なとこですよね。有名なところですよね。80代のシェイカーっていうんですか。はい、そうです。90代、なんかすごいおじいちゃんまでね、おじいちゃんまでカサカサカサカってやる人がいるんですよね。素晴らしいあの、ね、方がいらっしゃるんですけど、ねはい、そちらでやらせていただくのと、あと11月23日が早稲田のスコットホールというところで、はい、これはバイオリン の、 あの吉田直也さんという方と、うん、あと舞踏家あのロシア の、 あの舞踏家の方なんですけれども、うんうんはい、カミーラさんという方と一緒に、はい、あの歌わせていただきます、はい、ゲスト出演と、あと11月あ12月の
8日でしたっけね、うん、7日だったかな、土曜日は埼玉大学病院の、うん、病院コンサートなんですが、はいはい、そちらもやらせていただきます、はい、で、わかりました。あと春野さんと一緒に、はい、12月の20日、はい、世田谷の成城ホールで、うん、視力障害者で、ね、はい、応援するのチャリティーのコンサートを、ね、はい、やらせていただきましてね、頑張りましょうね。サンタクロースとかね、いろいろな、はい、それでは田島玲子さんの検索してみてくださいね。ホームページでスケジュールが出ておりますので、どうぞ皆さん行って見て聞いてください。それでは、田島玲子さんで里の秋田島玲子さんで里の秋でした。素敵な声でね、日本のそのね、言葉を伝えるという使命があって今歌われてるっていうことを今お聞きして頑張ってください、うん、ありがとうございますそれでは、ここから、はい、松本春のお悩み相談コーナー、イエイ、イエイ、イエイ。今日も、ファックスメールいただいております、ね、うん、ラジオネームまるちゃんママ、神奈川県在住50、うん、50代主婦より、はい、いつも楽しみにラジオを聞かせていただいております、はい、今日は私の悩みを聞いてください。私には8年趣味で続けていることがあります。和太鼓です。私は何年もやりたがりでいろいろ習い事をしましたが、すぐにやめてしまいます。その私が8年も続けられる趣味に出会いました。以前住んでいた場所から近かったのですが、3年前に引っ越し、教室に行くには1時間半かかります。今住んでいる地域には教室はないです。やめようかどうしようか悩み、友達に相談しましたら、やめなよと簡単に言われ、すぐに変わるものが見つかるわよ、
私ももうすぐ仕事を辞めるから一緒に何かやろうと言われました。私は彼女がせっかく8年続けたのだから辞めたらもったいないよと言ってくれるのを期待したのかもしれません。友達として不信感を持ってしまいました。彼女は趣味はなく、以前から私が楽しそうに話しする和太鼓や仲間とのことをあまりよく思ってない気はしていて、最近あまり和太鼓関係の話はしないようにしていました。悩みは和太鼓をやめるか続けるかではなく、友達への不信感が出てしまったことです。そんな経験はありますか？そのような時の友達との今後の関係はどうしたらよいでしょうか？よろしくお願いします、うん、ということなんですが、はいはい、まるちゃんママ、うん、この方が、ね、お友達に言われた言葉でちょっとだいぶ傷ついてると思うんですけれども、うん、自分がやりたいことをお友達のこの言葉で変える必要はまずないということですよね、うん、自分がやりたかったら和太鼓でしたっけ、和太鼓をやり続ければいいし、うん、ただこの彼女ずっとまるちゃんママが話してた時寂しかったんですよね。私もそう思う、うん、寂しかったの。大好きなのね、多分ね。そうそうそう、だから、うん、自分のものにしたかったのね。そうそうそう、女の人に多いんですよね。共有したいっていう気持ち、うん、だからやっぱり遠慮がちにまるちゃんも気遣ってあげないといけないかな、うん、私思うんだけど、うん、この友達も和太鼓誘えばいいのにね。で一緒にやればいいのに ね和太鼓、うん、でもやりたくないんじゃない。やりたくないのか、うん、まるちゃんママとお茶したいの。あ、お茶したいのね。そのぐらい、うん、そのぐらいの人だから、うん、なんか和太鼓の話とか、うん、女の人ってつい嬉しいとバーっと喋っちゃうけども、うん、その気の使い方これからしてあげるといいですね、うん、まあ、私はだとりあえず一回誘ってあげて、多分 そう、ね、誘ってないからやきもち焼いてたのかもしれない。一回誘ってあげて、ダメだったら、うん、まあ、あんまりもう和太鼓のこと触れないで、二人の時間ね、うん、楽しめばいいですよね。そんなことで友達を失うこともないし、ね、そうですよね、うん、やっぱ人間って 100% ってないから。そうそう、で50代でしょ、うん、50代のお友達ってやっぱり上手に付き合っていくやっぱり年齢なんですよね、うんうんうん、自分をちょっと抑えてですよね、うん、自分にも言えますけど、私もなかなか抑えられないですけど、うん、最近ね、本当思うんですけど、うん、一番分かりやすく言うと、うん、この人は私にとって味方か敵かで判断するとすごく分かりやすい、うん、で、うん、大事な人ほど私はね、うん、大事に大切に気を使わなきゃいけないと思うの。そうね、ね、そうそう、でいい距離を、ね、保つって大事なことで、ですよね、何でも一緒はやっぱりね、そうそうそう、うん、兄弟でも夫婦でも親子でも疲れちゃうから、一定の距離って大事なんだけど、うん、この相手の人がちょっと近づきすぎちゃって、うん、やきもちが出ちゃってるのね、ね、うん、そんな感じですが、まるちゃんママどうでしょうか、うん、ね、松本春乃先生の意見を参考に、はい、で今後付き合ってみてください、はい、またね、どういう進展になったか、そう、ね、まあ、そう、1ヶ月後2ヶ月後くらいいただけると嬉しいです、はい、はい、それでは今日の、もう1曲、田島玲子さんで日の光聴いてください。はい、
本日の動物愛護ラブワンコーナーは、動物愛護で今所沢で頑張ってらっしゃいます鈴木恵美子さん、はい、ようこそいらっしゃいました。お越しくださいました。こんにちは。そしてお隣にいる方が松本真理子さん、はい、どうぞよろしくお願いします。こちらの動物愛護は、なんかお店をされてるということで違いますんですよね。あの所沢の犬猫支援の会というのを立ち上げてるんですよね、うん、はい、犬猫支援、うん、はい、鈴木さんにね、その犬猫支援の会を立ち上げたきっかけみたいなのもちょっと聞いてみたいと思いません、うんうんうん、はい、教えていただける、はい、お願いします、はい、ですね、うん、私犬を飼ってまして、うん、はい、犬の散歩に行った時に、うん、ガリッガリに痩せて、うん、ゴミを漁ってた猫を一匹見かけたんです。野良ちゃんね、はい、うん、それでこれはこのまま放っておいたら、うん、絶対死んじゃうなと思って、うん、餌を餌付けをして、うん、それがきっかけで、うん、あまり猫に興味なかったんですけど、うん、その野良猫ちゃんに一匹に餌付けをした時にちょっと猫に興味があって、うん、周りを見渡せば、うん、野良猫だらけっていう状況だったんですよ。まあ、このままではしょうがないと思って、うん、あのその何匹かの猫に餌付けをして、うん、まあ、その頃私も一生懸命働いてたので、うん、自費で人魚制して、うん、そして、うん、まあ、7、8年その餌やりをしたんですけど、うん、ちなみにそれ何年ぐらい前のお話ですか？15年前。あ、15年前、ね、すごい。じゃあまだ、20代の時ですかね。そういうことにしておきましょう。そこ行きましたか。あ、そうですか、はいはい、それで自分一人でやることっていうのはもう限られてる、うん、それで猫好きの方に声をかけて会を立ち上げたっていうのが15年前です、うん、2004年ぐらいに立ち上げたんですよね。猫カフェ風って書いてある。猫カフェではないですか？猫カフェ風、ね、はい、写真こういう風にね、喫茶店ではなかったです。私ねちょっとね、お写真こういうのもらってますが、何度か行ったんですけど、これも全部あのご自分でやられたんですか？そうですそうですそうです。大工さんに頼んで作っていただいたんですよね、はい、実費で実費で。わあ、すごいですよね。この頃までお仕事されてた？いやいや、もう引退して。ちなみにご主人は？ご主人も亡くなりました。そうですか。はい、息子さんがいて、息子さんがね手伝ってくれて、はい、優しい息子さんですね。で、この猫カフェ風にしたのは4年前。へー、すごい素敵な、ね、作り。あ、じゃあ運営するのは猫カフェの売り上げからできるってことですか？売り上げっていうか募金箱を置いてる、置かせてもらってんで、はい、その中にあの皆さん遊びに来た方とか猫の触れ合い来た方が募金してくださる、うん、あとチャリティーコンサートも、ね、そう、チャリティーコンサート今年田島さんにお願いして、うん、はい、たくさんの方がね、いらしてくれてね。あ、そうですか。松本さんに、ね、うん、猫ちゃんいましたよ、着ぐるみで着ぐるみで踊りましたよ、ね、もうね、盛り上げていただきました。私もね、あの私もね、動物愛護じゃなくて、新潟の、あ、山形の方で、ね、盲導犬の、ね、歌を作ってほしいって言われて、はいはいはい、1曲作った歌があるんですよ、そうなんです、うん、私もじゃあ行って歌わせてもらおうかな、うん、ものすごいいい歌なの。みんなで力を合わせましょうね。ね、その歌を、ね、あの買いたいから CD にしてくれって、ね、いろいろお話いただいてるんですが、そのまま CD にならないで埋もれちゃってるんで、ぜひじゃあ歌わせてください。やりましょうよ、ぜひ、ね、もう活動費にはやっぱりね、先立つものがあるんですよね、必要なのね。これはもうやっぱりあの地域猫っていうか所沢の野良猫ちゃんを保護して里子に出すっていう活動なんです。で、あ、もう子猫ちゃん、もちろん子猫はたくさん入ってきます、うん、それをまあうちのこの猫カフェに猫に興味のある方が遊びに来てくださって、うん、気に入った子を里子に迎えていただくっていう、うん、そういう流れになって、うん、たくさん来てました。私もね、犬を飼ってるんですけど、はい、であのこういう活動っていうかね、あの番組を持たせていただいてから、はい、やっぱりあの 猫ちゃんもやっぱ気になりだしで、よかった、こう散歩してる時にうちの近所にね、うん、あの1匹だけね猫、うん、野良猫がいるの、ね、前までは気にならなかったんだけど、なんか気になって、
で、この子どうやって食べてんのかなとか、食べてないと思うよ。でも結構まんまるなのね、うん、どこで食べてるんだろう、どこで生活してるんだろうって、うん、この間台風で大雨だったでしょ、うん、で、あれからね、見なくなっちゃって、あらあら、そうなの、合わないの、それから、だからすごくちょっと気になってるんですけどね、うん、そういう子を保護して、届けてもいいんですか、すべてって言わずにはいかないね今夜いるかもよ、公園に鈴木さん一匹だけいるのよ、捕獲決まってそうもうね、あの野良猫ちゃんを保護して、うん、すぐ里親対応になるかって言ったら、うん、そうでもない、ね、ですよね、やっぱり小さい子はすぐ寝てるけどね、だからなかなかそこは難しいけども、うん、そうね、まあなるべくね、一旦人間不信になる子はね、うん、なかなかやっぱ捨てられるからね、捨てられるから人間不信になってる子がね、うん、犬も猫も多いんですけどね、あれ聞きたいんですけど、浄土数、あの里親に出した猫ちゃんの数、うん、そうですね、15年間で2000匹以上は出してる、すごいでしょ、すごいすごい、なんか表彰状を書いた。え、それはその地域だけですか、その日本全国から地域、いや、ほとんど地域、あの所沢近辺から保護した猫、すごいよね、猫数プラス人間の数出会いってことでしょ、で前はね、インターネット応募が、うん、100% インターネット応募してたので、うん、結構遠くからも応募があって、うん、で一番遠いところで福島までお届けします。あらららら、みんなお届けするんです。自分で？もちろん。車で？もういや、私運転できないので、必ず松本さん。そうそう、松本さんがね、手足になって、そう、観音像が生まれた。足になって。電車で行くんですか？いや、車で。車で。どこでも、はい、猫のためならまっしぐらみたいな感じでね。本当にね、あの、うん、ね、やっぱりね、行動に出るってすごいですよね。猫も飼われる環境っていうのは確認しないと、来た方に入っていくわけにはいかないですよね。またね、もね、そこでまた捨てられちゃったらね、同じことですもんね。なので猫一匹幸せにするには大変手間暇かかりますね。昨日もね、一匹1年間いた子もらわれてきて、よかったね、来たんですけど、もう帰りはね、お母さん僕置いてくのみたいな目でね、もう訴えるわけです、うん、もうね、涙涙でもうね、情が映っちゃいますね、そうですよね、でもよかったね、家族がね、見つかって幸せになるんですもんね、うん、そうなんです、分かってるんですけど、うん、なんかね、もう置いてくるのはね、うん申し訳ないような気になっちゃって、頑張ってねって言って撫でて置いてきましたけどね、もう震えてましたどっちが震えてたんですか、猫が。あら、猫ってものすごい環境の変化に弱いんですね。そうなんだ、そうなんです、だからそこに頑張って慣れてもらうしかないんですけど、そうなんです、立派なね、活動だ ね、 ね、本当ですね、力をありがとうございます、頑張ります素晴らしい、そこでね、うん、あの猫日和からカレンダーがね、はい、制作されたんですよ、見てくれます、はい、かわいい、みんなノラちゃんの、ね、写真でしょ、はい、こういうね、これはあの販売してるんですか、そうです、もちろんそうですよね、はい、活動資金になりますのでね、これはどこであのお買い求め、お買い求めできるんですか、はい、あのこの所沢、はい、埼玉県所沢市、はい、久米です、久米さん、はい、あ、久米さんじゃない久米町ですね、はい、久米町の久米、2170-5、はい、所沢犬猫支援の会っていうところで制作されております、はいはいはい、で、ホームページとかで買えるんですかね、ホームページから電話、そうですね、はい、お伝えしてくれる電話番号もしよかったら、はい、電話番号教えてください、はいはい、では電話番号です、090-7630-6219 です、はい、もう一回、はい、090-7630-6219 までよろしくお願いします、はいはい、そうすると、銀行振り込みかなんかにして郵送していただけるんですかね、郵送します、ね、はいはい、その時にまたいろいろと、ぜひぜひ皆様このかわいい猫ちゃん、2020年来年のですね、はい、一軒に1枚、ね、ぜひあのこの猫たち、カレンダーに載ってる猫たちは、うん、里子に出て行った子と、うん、あの猫日和にいる子たち、あ、全員、はい、あ、一番後ろにバーッと載ってた、そうです、そう、はい、ほら、すごいね、でもごく一部でしょ、ごく一部で、だってさっき2000匹出しちゃったから、ね、今日
2、3年前から出てきたチャリティーコンサートの時、はい、スライドで流した、あの子たちですね。ちなみにこのカレンダーはこの1冊でおいくらですか？1000円いただいてる。あ、1000円、1000円安いですよねえ、私もじゃあこれ1枚今日いただきます。ありがとうございます。かわいい、かわいい、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。ね、この幸せに、はい、ためにね、お願いします。まだ時間あるんですが、何か伝え忘れたか、なんか鈴木さんからぜひこれだけはみんな守ってなんていうことあります？そうですね、あの里子にね、迎えてもらったら、もう終生、もう大事に家族として死ぬまでね、ぜひそれはお願いしたいと思います。そうですね、もう途中で捨てられる子がものすごく多いんです。鈴木さんのところでは避妊去勢してからお渡しするの、それともしていただくんですか？大人の猫はみんな避妊去勢して、エイズ白血病の血液検査して、お耳カットしてあるんですか？はい、子猫は、あのまだ避妊去勢できる時期じゃないので、何歳ぐらいから避妊去勢できるんですかね？メス、ね、子猫ちゃんで4ヶ月、オスで6ヶ月、うん、補助金って所沢出ます？補助金は出ないんですけど、無料チケットが配布になります。どちらから？あの、ね、滋賀県の方かな、動物基金の方から、はい、あの取り寄せて市で配布してるんですけど、で去年はね、所沢市でそのチケットで避妊去勢した数が150-160匹と言われてるんですけど、もう去年より今年さらに子猫の数が多いんですよ。あら、ね、多いの、こんなに数どうしてっちゃってるのかなって、やっぱ捨てる方がいるんですよね、多分ね。だから里親したら、まずその時期が来たら避妊去勢をね、絶対するっていう、増やさないっていうね、活動も各々がやらなきゃいけない責任で、ね、で野良猫に餌付けをしたら、そのね、あの責任上必ず避妊去勢をしてほしい。そうなのね、かわいそうだけどダメなのね。で猫って、あの発情してから2ヶ月で産みますから、そうなんですか、順調に行くと1年に3回産みます。そんなに早いの？ネズミ残式に増えるので、だからちょっと取り残された避妊去勢、そういうのがまた子猫の、この子猫を産んでしまう、そういうことなので、まだ今もいますよ、入院してる子が今1匹いて、この間入院しててもね、あまりひどい状況で、あの保護されたのがね、病院で11日目で亡くなりました。あららら、どういう状況だったんですか？もうね、目がぐちゃぐちゃ、もうね、栄養失調で、もうご飯食べれない時期が。だからしのぶちゃんと言ってるんだよね、猫牧場とか犬牧場ね、夢だねってね、とりあえず保護する場所、広いところ ね、で私の夢なんですけどね、でそこに、ドッグカフェとか猫カフェとか作って、あと病院を作って、でトリミングの場所を作って、でそこに来たらみんなこう用が足せるっていうようなね、でそこで浄土会をするとかね、そうです、そうです、ね、もう宝くじ屋だったらぜひね、病院も設置して豊洲の跡かなんかに作っちゃえばいいのにね、動物のね、お金、全国のお金持ちの皆さんすごいね、それ動物愛護にご協力よろしくお願いしますみんな下向いちゃってるけどね、世の中に本当にあのね、昔よくありましたけどね、お金を捨てる人ね、税金対策でね、そういうのは捨てないで困ってる人たちに寄付してください、お願いします。本当にお願いいたします。あの、犬猫も一つの命で人間 の、 あの生まれてきたら、ね、家族になるんですから、本当に大事にしてほしいと思います、で今ね、私チワワ飼ってるんですけど、もう老犬で、何歳でしたっけ？14歳でもう、来年の4月で15歳になるんですよ。で春までは結構14歳の割にはすごく元気、足腰も元気で、あの散歩行ってもピョン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 とかって歩くんですけど、さすがに最近ね、だんだんと、部屋に夜1日2回散歩行くんですけど、夜帰ってきますと自分 の、 あのマンションの入り口を間違えるの、ボケてきて、手前にのドアに行ったりとか、自分の部屋のドアを通り越して向こうに行ったりとか、あ、これ違うでしょ、こっちでしょって言ったら、あっっていう感じで自分のとこ戻るんですけど、あとね、あのおそそしちゃう、我慢できなくなっちゃう、なんか興奮したらピッて漏らしちゃう、
あ、やっぱもうでもこれは注意しなければそこでやっていいって思っちゃうから、うん、怒りはしない。あ、ここじゃないでしょって。すごいそのね、賢い子だったの、うん、やりたい時はね、あの、うん、お風呂場まで行って お風呂場の排水口にこう向けてやるような子だったのに、年取るとやっぱこうなるんだなと思って、で緊急に自分で私あのおしめ作ったんだけど、男の子だからすぐ取れちゃってて、でもなんだかんだと最近本当試行錯誤、しながら頑張ってますが、そういう、そういう状況になっても絶対皆さん捨てちゃいけませんよ、最後まで面倒見てあげてください。お願いします。ぜひお願いいたします。今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。里見しのぶのエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてまいりました。この番組は美を追求するメディカルサロンアクアの提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見しのぶで青の青をお聴きください。次回の放送は11月4日月曜日午後4時まで。さよなら、さよなら。